ビデオレター。会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の K というやつで、俺とすごく仲が良くて家族ぐるみでの付き合いがあった。 K のフリークライミングへの入れ込み方は本格的で、休みがあればあっちの山こっちの崖へと常に出かけていた。亡くなる半年くらい前だったか、急に K が俺に頼みがあると言って話してきた。なあ、俺がもし死んだ時のためにビデオを撮っておいてほしいんだ。趣味が趣味だけに、いつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際にはそれを家族に見せてほしいということだった。俺はそんなに危険なら家族もいるんだからやめろと言ったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられないと K はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は撮影を引き受けた。 K の家で撮影したらバレるので、俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックにソファーに座った K が喋り始める。K です。このビデオを見てるということは、僕は死んでしまったということになります。まるまる、バツバツ、今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味でみんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さんお母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。バツバツ、お父さんはずっとお空の上から見ています。だから泣かないで、笑って見送ってください。では、さようなら。もちろんこれを撮った時 K は生きていたわけだが、それから半年後、本当に K は死んでしまった。クライミング中の滑落による事故死で、クライミング仲間によると、通常もし落ちた場合でも大丈夫なように、下には安全マットを敷いて登るのだが、この時はその落下予想地点から大きく外れて落下したために、事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜、告別式ともに悲壮なものだった。泣き叫ぶ K の奥さんと娘。俺も信じられない思いだった。まさか、あの K が。一週間が過ぎた時に、俺は例のビデオを K の家族に見せることにした。さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が、K のメッセージビデオがあると言ったら、ぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初七日の法要があるときに、家族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出した時点で、すでに泣き始める親族。これも供養になりますから、ぜひ見てあげてください。と、DVD をセットし再生した。という音とともに、真っ黒な画面が10秒ほど続く。あれ、撮影に失敗していたのかと思った瞬間、真っ暗な中に突然 K の姿が浮かび上がり、喋り始めた。あれ、俺の部屋で撮ったはずなんだが、こんなに暗かったか。K です。このビデオるという言葉、僕は、で、しま、ゆ、ります。まるまる、バツバツ、今まで本、ありが、K がしゃべる声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けている、ブーという雑音がひどくて、声が聞き取りにくい。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、
僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は バツバツ、お父さん死んじゃ、痛くない、死にあいぞいぞ、痛くないよ。背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが、 K のセリフは明らかに撮影時と違う断末魔の叫びのような言葉に変わり、最後 K が喋り終わる時に暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えた。これを見た親族は泣き叫び、K の奥さんは、なんてものを見せるんだと俺につかみかかり、 K の父親は俺を殴りつけた。奥さんの弟が、 K 兄さんはいたずらでこういうものを取る人じゃないとなだめてくれたおかげでその場は収まったが、俺は土下座をしてすぐにこの DVD は処分しますと言ってみんなに謝った。翌日 DVD を近所の寺に持って行ったら、処分をお願いしますという前に住職が DVD の入った紙袋を見るや否や、あ、それはうちでは無理ですと、代わりにここなら除霊してくれるという場所を教えてもらい行ったが、そこでもえらいとんでもないものを持ってきたねと言われた。そこの神主によると、K はビデオを撮った時点で完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年ながらえたのかわからない。本来ならあの直後に事故に遭って死んでたはずだと言われた。